皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はジャンプフォースのファミ通紹介をしていきたいと思います。ワンピース、ドラゴンボール、ナルトなどなどで世界中で人気を博している少年ジャンプのヒーローたちが地球の危機を救うために立ち上がります。今回はセイントセイヤが参戦決定しました。リアルなビジュアルで表現されたジャンプヒーローたちですが、ニューヨークやマッターホルンといった実現する場所で戦い合う本作は、セイントセイヤのセイヤとシリュウが、参戦することを決定しました。ペガサス流星剣などのド派手な必殺技は必見です。オメガは登場するんですかね。セイヤは白銀のシルバーセイントのマリンの元で過酷な修行に耐えてセイントとなります。シリュウは、中国でゴールドセイント、ライブラの同子の元で修行を行ってセイントになりました。確かオメガでは玄武になっていましたね。それでまた玄武が死んで、シリュウがライブラの玄武シリュウになったんでしたね。まああれは本当すごかったですね。まあ今と、まあ多分オメガはもう完全に続編ですね。まあセイントセイヤも OVA 劇場版アニメだけでも私が知ってるので2種類のアニメがありますね。まあかなりの有名な作品となっていることには間違いないですね。まあ2014年に放送されたあれですね、ゴールドセイントの名前忘れたんですけどね、八尾一騎さんが声を務めたいたんですよね。忘れました。まあすっごいやつがゴロつきみたいなやつがいたんですけどね。まあそいつのセリフが虫けらだって生きてんだよというセリフはもう本当にもう素晴らしい言葉だと思いますね。まあその言葉を機にもう本当にもう虫けらだって頑張ればなんとかなるというのが分かりましたね。というわけで今回はこの辺でジャンプフォースのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。